毎度帝国グレストロンですどうもどうも皆さん、えー、今日はですね、紹介するガンはですね、まあ最近はね、このチャンネルで多くなりました。えー、お馴染みのマスター・オブ・ジ・ユニバース、えー、レベレーション、別名、マスター・バースのフェイカーです。はい、えー、このチャンネルでね、もう、帝国デストロンさえー、っと、マウス・ケルタスすごく好きなのがよくわかってるんだけど、たまにヒマン、 ヒメの、えー、ヒーマン日本で言ったね、えー、レビューしてほしいと言われたんで、これ限りなくヒーマンに近い。ヒーマンの、えー、とレプリカロボットなんだな。あのマウスケルタが作ったやつ。まあこれにこれデラックスセットなんで、えー、ゆっくり一緒に、えー、見ていきたいと思いますが、えー、まだこれが、まあと一緒に開けますが、横だとこれです。本当にね、今回のバージョンは完全にターミネーターみたいな、えー、感じで、 新しいフェイカーが、えーね、リリースされましたこの肥満の目がブワーッと赤く光ってるんでねもう実に肥満じゃないんだよねこれはでもう中ではもう完全にほとんど人工肌がえぐれててもう完全に中身のロボットを漏停するようなこういう形態もできます、うん、などなどそれではえあ、ー、げたいと思います では、箱を開けてみてもう付属品を出すとこんな感じですね。えー、今回のフェイカーは、まあ、本当に天候盛りですね。えー、まず、えー、付属品と,、えーっとまあ、可動域とか、まあ、先に、えー、見ていきたいと思いますが付属品は、まあと説明しますがもう1個の鎧があります。これは、わおえー、本来の、ね クラシカルな、お昔、大昔の、えー、フェイカーをオマージュした鎧で、えー、それと、シールドですね。まあ、これヒーマンと、まあ、シールドですね。で、えー、あの、ソード、ソードオフパワーですね。もともとヒーマンのやつは僕は持ってないけど、下はこんなにオレンジだったかなとっていう感じなんですけれども、ま、あこれ形状同じです。と、あと、 開き手、これおそらくシールドを握るための、ために必要な手なんですけれども、と、えー、握り手なんですね、えー、右側の。で、あとはですね、えー、顔が2つあります。1つが、まあ、これ肥満と同じ顔なんですけれども、パッと見ると、えー、目が赤いんですね。やっぱりすごい人工的な雰囲気が漂いますね、本当に。 もう見た目は人間だけど中身はロボっていう感じでねなんとか伝わってくる雰囲気なんですねこれであとは完全に人工あの肌が剥がれてる本当にねもう剥げ,たの剥げたロボのヘッドなんですねもうこれは X 面に出てくるあの全部コロッサスだったかなもうあの 金属に体を硬化できるってキャラクターいるんだけどなんとなくこれを見るとそれを思い出しますねで、えー、実際なこの,あのフェイカーに付属あのくっついてる肌の最初に、えーまあ、あのくっついてるメインの頭は半分は。 人間の肌で半分ぐらいがもうそれ立たれてる。で、中の金属が見える、いわゆるターミネーターっぽいやつ。僕これも一番どっちかというと好きなんですね。はい。で、えー、まあ、この、チェストアーマー、胸のアーマーも、あの、ヒーマンのやつと同じなんですね。これは昔のフェイカと違うところなんです。まあ、後で解説します。で、えー、まあ、か、 関節、いつものこのシリーズの関節なんだけれども、頭ボールジョイント、これちょっと結構緩いんですね。でもこれ、交換のヘイドたくさんあるから、まあ、割とちょっと緩めで簡単に交換できるやつの方がいいかもしれない。で、ここ見ると、この造形がすごく丁寧に本当にできてて、僕割とこの造形結構好きなんですよね。すごい痛々しい感じなんですね。もう、人工の肌焼かれてて、真ん中のね。 金属が無機質な金属浮かんでくるんですけどで金属がすごいピカピカなんですねこのシルバーの塗装で結構光沢感がありますでいつもの、まあえー、この力こぶの上がこの360度ぐらいが動いて、まあ、肩も360度ぐらいで肘が、まあ、いつものように90度弱なんですね これ完全にまっすぐならないからね。ここはまあ90度ぐらい。で、まあ、手首がロールしますし、で、この、この胸のところはちょっとだけ、このように動きますし、腰は360度ぐらい。で、まあ、開いたりとかね、足が。で、まあ、スカートちょっと邪魔になってるんですけれども、で、この、 えー、も,もの上に、えー、この独特な、このシリーズ独特なの360度ぐらいの、まあ、結構不自然な回転はしますが、まあ、ロボだから、そんなこともでき、この場合は納得いけるかもしれませんが、で、膝は、まあ、こんな感じですね。で、で、足元もちょっとロールはします。 こんな感じですね。じゃあ、そしたら、えー、古いフェイカーとの、えー、比較をちょっと僕はやってみたいと思います。えー、まず、すいません。オリジンのフェイカーと、えー、比較する前にですね、もうこの、えー、とレ,ベレベレーションのフェイカーを、まあ、ちょっと楽しみたいと思いますが、えー、これは ただ、えー、左手に、まあ、珍しく、えー、右手じゃなくてスワールド・オフ・パワーあのちょっと握らせてこの「威フ堂々の」の、えー、フェイカーをちょっと楽しんでるんですけれどもまあ結構これだけでもねすごくいい感じだと僕は、えー、思いますねやっぱこの造形はすごいで、えー、次はですねちょっとヘッドあのと,、えー、とブースをちょっと変えてみたいと思います いやこれロボヘッドをつけた <laughs> バージョンなんだけどとシールドねいやこれな、すごいなどっかのグラディエーターという感じがすごく感じがすごくしますね個人的にはこれもういい感じだなこのシリーズだとねやっぱ髪の毛頭から取るとすごく頭ちっちゃくなるな感じがしますけれどもでもめっちゃ個人的にはいい感じだと思いますこれも本当にね このシリーズとは全く、ま、切り離してもただその力強いキャラクター、えー、サイボーグとか好きな人にとってはねファンタジーと SF を足して割ったような世界が好きな人たちにとってはこれ結構面白いキャラクターだと思いますね個人的にうんシールトも本当にいい味になってるしすごくいい感じだと思いますこれ はい。お待たせいたしました。最後は、オリジンフェイカと、今回のね、えー、レベレーションのフェイカとの比較になりますが、オリジンつまり昔の、えー、ガンを一番近いものはこれですね、フェイカはう。で、これは今回のフェイカなんですけれども、今回のフェイカでどうしてもね、このシリーズ買う人の中でも、昔の、えー、ガン仕様が、 えー、重視される方いますのでこの昔のフェイカと同じ形状の鎧を中に入っております、えー、これをこのヒーマンの鎧とこれこのフェイカの鎧交換することができるんですけどまあ取ってつけたような感じで見ての通りピッチピチやわもうなんかねおじいさんが捨てるようなよだれ星にしか見えないけれどもち,ち,かち,ちっちゃすぎやね もうつけてみるのは一苦労だしピチピチすぎるしここの首あたり全く余裕ないし、うん、もうちょっとね考えて欲しかったなまあどうしてもね、うん、あんましに合わんなこれやっぱりね肌の色がブルーだとこういう感じの鎧合うけれどもこれは色的にも色々なものにおいても残念ながら僕これにしたかったんだけどちょっと バランスも悪いしだってさ胸筋とか全部出てるんですよ鎧のもうあれ手を出してないんだよねあとこれ外してみてこれにずっと手つけてみたいと思いますがその前に簡単に言うとまあえー、もうフェイカー誰なのかえー、これはマオスケルタマオスケルタねはいマオスケルタ登場マオスケルタね マオスケルタが、おなじみの、が作ったヒーマンのレプリカのロボットなんですよ。で、えー、このエピソードを見ると、昔のアニメのね、笑けるのが、マオスケルタが作るヒーマンの、えー、レプリカロボットだと、レプリカロボットだとさ、そっくりばれないように作らなあかんでしょでも考えてみると、肌の色自分そっくりだし、ここここにしてる鎧も、 自分の鎧なんだよね。自分の鎧そっくりに作ってるんで、本来だったら、ヒーマンというキャラクターが、肌が普通の色だし、鎧がこのエッがついてるやつだし、全然違うやん。だけどこれ作った時の、自分の部下たちそれを見て、あ、ヒーマン来ちゃったやばいわって驚くし、これが、えー、敵側の自衛に送る、送ると、 ま、もちろん、高度が違うし、あの、破壊活動しだすからね。ヒーマン、あなたどうしたのって言うんだけど。どうしたのちゃうやろおいおい、なんか突っ込めよ鎧は宿敵の鎧してるし、肌の色が青し。七な、ナナヒーマン、お前どうしたちょっとガビラス星行ってきたとかどうのこの、ちょっとぐらい突っ込みぐらい一個入れてよこのシリーズのはちゃめちゃぶりが、すごいんだよね。 だって、ンのレプリカ、どうから見ても、よし、ちょこっと似てるけど、色とか、身まとってるもの全部違うんで、本人ではないっていうこと分かれよ、すぐで。僕はね、ガキながら、それすぐ、もう、もう、ツッコミ入れまくったんだな、頭の中で。まあ、だけど、こういう、青色のフェイカーが下ま、親しまれてて、 これ実言うとアメリカでは全く売り上げそれほど人気なかったんですよ。俺これすごくよくできてると思うんだけど、どうしてもフェイカーというものをこれだぞっていうことで、ということで、えー、実言うと、これの青色バージョンがいずれ出るんじゃないかと言われております。もちろん青色バージョン出たらそれも欲しいんだけど、いつもの話なんだよね。アメリカ人だと、 もう20、これは30ドル最初にするんだけど、今結構根、ね、崩れしちゃってて、まあ、20ドル前後してるんだけど、アメリカ人両方とも普通に買えるやん、安いやん。我々日本に住んでる者としては、これ2体買うのは相当の出血覚悟しないといけないんだな。でも、まあ、えー、っとですね、うん。 それはそうなんだけど、僕個人的に言えるのは、とてもよくできたフィギュアですね。はい。ちょっとこれがね、このクラシックフェイカーの鎧が、どうしても、もう全く合わないサイズ的ということは、結構マイナス点なんですね。まあ、だけど、まあ、0から10点の間も7点ぐらい上げてもいいかなと思うんですよ。よくできたフィギュアだと思います。はい。えー、最後は、えー、どうしましょうかね。これ オリジンの鎧を外して、これに取り付けてみようかな。はい。いや、みんなびっくり。これをね、鎧を、もう、オリジンから、もう、このマスターバースに変えてみたんだけれども、めっちゃ似合う。僕絶対もうハマらないのかなと思ったけど、もう、ぴったりなんだよね。 たらさ、こんな役に立たないクソみたいなやつでは,ではなくてこのもう本当にねオリジンスとまた同じやつ入れてくれればよかったなこれめっちゃ似合うわどう思います皆さんこれすごく良くないいやいやこれいいわむしろこんな感じだし割と、まあ、そこそこ余裕もありますしもういい,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 いっす僕,僕的にはすごい感動やなこれ。 こんなに合うと思わなかった。<laughs> でも、リジのフェイカーもう鎧返せよって。これね、しかも荒けるのは昔のロボットイメージしたキャラクターなので、どうしてもね、この、これ胸部の中のメカニズムを、えー、機械をね、あの、見、見せてるディテールなんだけど、で、な、どうなってるかと,いうと、中テープ回ってんね <laughs> 大昔の SF 映画、思い出してしまうんだな <laughs> えー、まるでサンダーバードの、えー、人形たちみたいなんだなサンダーバードの人形たちが中にテープが仕込まれててでこの口の動きに合わせて喋ってたらしいんだないやーまああのー、すごいですね、まあ、それはさておきこれめっちゃ合うんだよこういうこともできるんですけれどもこんなことしてしまったらもうオリジンのフェイカーがもう裸になってしまうんだよね これが、もう、ピチピチすぎてダメなんで、まあ、万が一これ交換しようと思ったら、このひ、あの、ここのフェイカが持ってたヒーマンの鎧をここに取り付けるぐらいですよね。か、どうしても、ええー、ね、お金に、困りでない方は、これを二体買って、そして <laughs> 両方にこの鎧を付けることなんだな。まあ、ええー、好きな、 世にいろいろとできるのはすごく嬉しいんですねはい色的に言うとまあどうせ同じですからあの形状はマオスケルタのブルーのやつつけてもいいんですよねまあまあ好きなようにえー、それでは皆さんいかがだっ,ったでしょうか、えー、マスター・ブ・ジュニアース・レベレーション・のフェイカ まあ、えー、僕、この動画やれてとても楽しかったんですね、ある意味は。懐かしくて楽しかったです。まあ、これ完全に、えー、21世紀にリブートされている、えー、作品と昔の作品なんでね。どうしても賛否が分かれるんですけれども、僕、両方とも好きです。まあ、ここだけの告白なんですけど、まあ別に。両方ともこのラインはね、買い、ずっと買い切るのはもうとても無理なんで、いずれ選択しないといけないんですけれども。 どうしようかなもうお金と空間のいろんな問題が来ちゃってるんで、まあ、でも僕本当に両方とも大好きです本当にこれ作ってくれてるマテル社に感謝しかありません、えー、それでは皆さん、えー、まだ、えー、次の動画でお会いしましょうはい帝国レストランでした